バージョン来ました。はい、夜バージョン来ました。ね。来て早々なんか不安がやばいのですが。日が進まないんですよ、今日。なんかね、ここ。今日はね、本当おかしいんですよ。本当に。なんて言っていいかわかんないんですよ、俺も。第6巻、シックスセンスじゃない。火を温めた方がいいような気がするんだけどな。見てない。え？鹿めっちゃいない？鹿だ。めっちゃいる。ほらこれ。ああ、ほら目光ってんじゃん。これ鹿だよ。すげえな、やっぱこっからがなんかすげえな、今日。なんだなぁ。誰かいる、いるな。どうされますよ。撮影してる。どういうこと？ん？おー、びっくりした。どうもどうも、すみません。こんにちは。びっくりした。こんばんは。なんかの練習？あ、じゃあ一応普通に。そう、寝る間には？そうです。なんだ、同じなんだ。で、今からちょっとトンネル2つ回ろうかなと。全部2つ回ってきたんです。いやもうこいつらがちょっとチキ一番向こう側がベストっすよ。戻るんじゃん。えぐいてついてくる。だいぶ明るくなるよ。それやったら俺全然いいけど。じゃあ行こう。行こう。行く。じゃあライトだいぶ明るいからあの人霊感あるからバシバシ心霊写真撮れるのよ。あ、そうなんすか。じゃあ写ってるんですか。だいぶやばいの何回か撮ってるよ。見て、ちょっと見て。え、すごいな、あの人。走るといけるかな。めっちゃバシバシ撮るやん。しかも一人あの暗さ行くんだよ。いつものこと、いつものこと。ミキ撮るのあんな感じですか。うん。あ、これだ。こうやってなんかがっつり顔写ったりとか。え、何これ。どうなってる。ここが顔で、要は髪の毛だね、これ全部。うん、やばいよ。え、顔写っとるよ。そう、ここ顔、この黒い部分、真ん中の。うわ、怖っ。ちょっと、どこまで行くの、ちょっと。じゃあ、今回も映るかもしれない。そうでね、今回ね、だいぶ嫌な予感してるってあの人いるからね、ワンチャン、まあ、やつんのかな。大丈夫、あの、1個目のトンネルはそんなだいぶ、その、ここもそんな大したことないらしいの。そうですよね。2個目。それは聞きます。雰囲気違いますね。らしいね。俺には分からない。トンネルで思い出すか。なんで？ライト消す。うん。はい。ごめんね。この瞬間だけはどうあがいても無理だ。今どの辺にいたりとかなんか。コメントないの。いや、今この鼻の上に人がおるんだよ。そうなるよね、普通。だけどシャッターチャンスめっちゃ遅いねこれ。え、動いてるんですか。そうだね、ここから行くと多分1、2、3、3番目の人かな。え、3番目何が。3番目ってどっちだっけ。俺側？ 3 番目の、ムッションから1、2、3番目、ちょうど真ん中の子かな。ユウ、どうですか。今ビビってる。僕ビビってる。ねえ、はい、あんまりビビらん方がいいと思う。一番、この子、一番やばい。真ん中の誰？真ん中って誰？あ、この子。あ、僕ですか。どう？どうってどうですか。
怖い？いや、もう結構多くで言うんで普通ですね。大丈夫？はい。え、結構やばい感じですか？うん。豆腐どんぐらい取れてます？あ、そう、あれだね、他の場所でもそうやったけど、赤色がすごい。感じられる人ってね、こっからも本当にすごいんですよ。腰が抜けそうなんですよ。頭が痛くなってきたな、俺。やばないですか？いつもことだから大丈夫。さあ、ここが夜の短足。カメラマンさん、怖ないですか？怖ないですか？全然ここよりエグいことだったら、もっとこういうのあったと思う。一番やばかったの？一番やばかったの？え、一番やばかったの？はい。心霊スポットでパーフェクトになったの。あれ笑ったな。見る？想像があるけど。え？これみんな普通に歩いとるけど。囲まれたりする？囲まれとるけど。天井のコアの今何色なの？いや、いや、いいよ今。え、またくさい？そこなんだよな。なんだろう。変な話。この辺りの上に、こう逆さになっているっていう。あの白いところですか？あの白いところの、僕が立ってるこの辺かな。この辺からこっちをこうやって逆さまになって、髪の毛はショート、ショートっていうのなんか、イメージかな。え、なんてイメージ？なんか長い髪の毛イメージ。ああ、そんなん、あれはサラダの見過ぎだな。あ、見過ぎですか。うん。それがあなたと合うね。どうしても。あ、そのショートですか。そう。ショート好き？え？ショートの女の子好き？いやー、好きっすね。でもロングも好きなんですよ。本当？はい。あ、もうできるんじゃない？ちょっと待ってみて。あ、ちょっとまた帰ってくれない？え？あ、まだ U ターンしてない。言うたんですか？びっくりした。来る前の悪い予感、何だったのよ。いや、悪い予感、ここだ。この3人だ。悪い予感だ。どうぞ、大丈夫。ああ。やばい、これ、これ、やばいわ。この3人、やばい。あの子たちにもう塩振る。また温めてこよう。うん。
動物が怖い。それは白いのを分かったからな。止まって、なんでここが取れんのやろな。また女の子。バコちゃんちゃんちゃん女の子。ほら、ねえねえねえ、子供がいくつ？3つ。3歳の子抱っこしてる。そういうことになるんだな、これ。初めて知った、俺。てっきり赤ちゃん抱っこしてるんだと。俺もやけ。じゃあ、相当でかく見えるんだけど、すごいちっちゃく見えた、俺。ちょっとこれ、カメラ今度スマホにしてみる。なんか、一眼レフとか別のカメラ持ってきます？一眼レフでやった方がいいのかな。電池切れ。なんてこった。おーまーい。もう終わりだからいいじゃん。充電が間に合ってないんかな。お、いいね、ここ。ほら、やっぱし声かけてきてる。その声俺に聞こえてないから。だからあなたにはもうあの時から全く反応させられない。周波数が違ってるもんね、喋ってる。じゃあ俺が聞いたあの1回は奇跡。奇跡だな。だって今まで聞こえてない赤ちゃんの笑い声が聞こえるもん。でも喋らねえんだよな、お母ちゃん。ねえねえ、話聞いてっていうだけで。やべえぞ、ここ。